キャンプ見てみないと。そうなんだよ。まあオープン戦もかな、うん、だから俺まあ一応ね、あの札幌の方で解説やらせてもらってるけど、うん、一切ないのよ、その見に行ってくれっていうの、はい、あのキャンプ、はい、自分のその何日本ハムだけをちょっと取材に行って、うん、でもうそれで終わりだから、うん、いやそれじゃ解説者とダメだよって言ったことあって、うん、本当は全部、まあ、最低でもパ・リーグだけでも、うん、キャンプ見ないとダメだよって言ったら、いや言われたからね。比較できないもんね。そう。チームで順位予想せって、うん、どこを見て順位予想すんねんみたいな。じゃあ日本ハム優勝だったの。だからいやいやハム最低。忖度してないよ。それは忖度してなくてハム最下位にしたんだけど、ハム見ててその当時な、うん、キャンプ見てて、あこれじゃちょっと勝てる予想ねえなっていうので最下位になってる、うん。他見てなくても、うん、見てるところで最下位予想してるから。ジャイアンツ一応今年俺春行ったんだけどキャンプ。原監督に挨拶しに行って、はい